こんにちは。私、株式会社パルテックデザインサービス事業部柿木と申します。皆様どうお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスの影響を受け大変だと思いますが、こんな時だからこそこのように動画配信を使い、私たちの未来をパッと明るくする画期的な新商品を紹介させていただきます。それがこの M キューボスです。日本で2020年春から商用サービスがスタートした第5世代移動通信システム、通称 5G。 大容量、超低遅延、多数同時接続という3つの特徴を持ち、次世代の通信インフラとして社会に大きな技術革新をもたらすことが期待されていますが、これらを実現する上で課題とされているのがネットワークの負荷です。しかし、そんな心配とは今日限りでさよならです。M キューボスは 5G 時代に最も重要とされるエッジコンピューティングにおいて、高速データ処理を実現させた産業システム用のスーパーコンピューターだからです。本日から5回にわたり、その概要や活用方法を社交ダンスを愛してやまないこの私、柿木が社交ダンスの魅力とともに詳しくご紹介させていただきます。M キューボスでネクストステージへ。突然失礼しました。どうしても伝えたかったもので体が勝手に動いてしまいました。動画の最後に私の社交ダンスのワンポイントレッスンもありますので、よければご覧いただきたいと思います。それでは第1回目は 5G の実用化によってどのような世界が実現できるのか、またその課題についての解説です。M キューボスを語る前に理解しておかなければならないのが 5G です。大容量、超低遅延、多数同時接続という特徴を持ち合わせ、それを活用した社会はどのようなものになるのでしょうか。例えば街角や店舗、交通機関などにある監視カメラが 4K、8K の高精細画像となることで認識しやすくなり、自動運転の高度化や犯罪の検挙の向上、さらにはマーケティングへの活用などが期待されます。また世界中で行われているイベントや競技などを 8K で撮影し、 5G で VR 映像として配信することで、遠くにいてもリアルタイムで臨場感ある映像を視聴できます。これにより 5G の環境を自治体や企業が個別に構築し利用できるローカル 5G の活用が進んでくると考えられます。総務省は未使用周波数帯のうち利用可能な割当枠をローカル 5G 帯域として、その使い方や無線局の免許申請などを新たに制度化。ローカル 5G はIoT やスマートファクトリー、自動運転基盤などへの活用が期待されることでしょう。このような未来がすぐそこまで来ているのです。しかしこれらを実現する上で課題となるのがネットワークへの負荷です。 4K、8K で撮影された映像データは容量が大きく、ネットワークと記録の負荷が非常に増大してしまうのです。5G の特徴である超低遅延を生かすために注目されているのがエッジコンピューティングです。従来クラウドで行われている処理の一部をエッジ側となる基地局の小規模なデータセンターで行うことで、工場機械制御、都市プラント交通制御、医療画像診断装置など即時に反応が求められる処理を効率的に実現することができます。このようなエッジコンピューティングの方式をマルチアクセスエッジコンピューティング、略して MEC と呼びます。 MEC はエッジコンピューティングの規格として ETSI 欧州電気通信標準化機構が標準化を進めていて、一定エリア内の通信処理の効率化を図る技術です。 MEC の活用により遅延が減り、
抗体域幅アプリケーションを準リアルタイムで実行できます。今後展開されるローカル 5G においても、個人情報のカプセル化、 IoT による情報のローカル管理などが可能となるのです。このように 5G 時代到来において重要な役割を期待される MEC には、超低遅延を実現するための高速データ処理が必要不可欠。 MQBOS は CPU と FPGA がワンチップに搭載されているザイリンクス社の MPSOC、 FPGA を搭載し、それを可能にする最適なプラットフォームとなるでしょう。MQBOS は MEC を高速データ処理することで取得した映像を圧縮し、 5G 回線で基地局またはサーバーに送信することができます。さらに慶応大学天野教授が中心となって提唱しているマルチ FPGA システム、フローインクラウド、 FIC に代表される並列演算システムを複数の MQBOS で実現できれば、画像処理やAI による物体検知などを街角に設置した基地局で行い、その処理結果のみをサーバーに圧縮し送信することが可能になります。 MQBOS はさまざまな利用シーンを想定して、あらゆる規格、そしてすべての高速シリアルに対応できるように設計されているのです。いかがでしたか。 5G 時代に期待される MEC、 また AI の推論処理において高速データ処理を行うことが可能な FPGA コンピューティングプラットフォーム MQBOS、 必ず御社の明るい未来を実現します。次回は MQBOS のハードウェア構成について解説します。それではこの動画を最後まで見ていただいたお礼に、社交ダンスの素敵な基本ステップをお教えしましょう。初回はワルツで誰もが踊る基本ステップの O、 ナチュラルターンをやってみましょう。1、2、3のリズムに合わせて前へと進んでいき、右へと回転していきます。ステップをするときは大きく足を開きましょう。背筋を立てて背骨をまっすぐのまま動きましょう。ナチュラルターンはワルツの基本として踊られるだけでなく、トッププロも競技会で使っているとても多くの魅力を持ったステップです。 5G 分野の最前線にもご活用いただける MQBOS にも、今後ご紹介するような様々な魅力が詰まっています。それでは踊ってみましょう。パートナーはこの MQBOS さん。それでは次回もよろしくお願いします。